はい、こんにちは、山田と申します。次ので動画が第4種郵便物で今ずっとやってますけど、今回は、天神郵便物と、先に出しておきましょう。これね、ここに出てる2行目のやつですね、天神郵便物特定録音物等郵便物っていうふうになっております。これは何なんやってね、これこそ一般の方はもうまず目に触れることがないやつだと思います。実は私結構よく触れてたんですよね。郵便屋さんだと触れないことはないと思います。実は郵便屋さんだと結構触れることが多いのかもしれません。私の場合は、ね、実は図書館のね担当をやってた時期がありまして、四日市の市立図書館の、ね、配達担当やったところがあるんで、そうすると展示物をね取り扱いが多いんでね、そういうのやる。で、何かって言ったら、これ要は盲の方ですね、目の見えない方とかの、ためにあるサービスでして、で展示物とかってなるととにかく大きくなるんですよね。で、録音物なんかになってくると、とにかくね、重さもまあまあになってきますし、何よりも展示でこう打ったやつっていうのは、情報量がどうしてもね、普通の紙と違って非常に大きくなってしまうんで、大型の荷物になってしまうんですよね。で、しかも、これがないと非常に、ね、情報伝達として、まあ今でこそネットはありますんでね、ネットで音声認識なんかでもできちゃいますからね、だいぶと実は、これ便利になって、んだと思います。特に盲の方に関してはですけど、やはりね、そういったね書物とかの情報とか手に入れたい時に非常に難がある。 ね図書館に行くのだって大変じゃないですか、っていう風になってきますからね、そうすると、まあ、こういったものに関しては公共福祉制っていうところで、無料でやってるんです。これ郵便が公共性の高いところの、大きな例の一つだと私は思うんですけど、これは全て無料でやってます。ですので、展示郵便物に関しては全部、そういうふうにして扱ってます。で、まあ、こういうのがね、当然そういった展示郵便物と展示の書物をじゃあ発送したりね、その盲の方に発送したりするのはどこかというと、やっぱ図書館なんで、図書館はね非常に、その展示郵便物の取り扱いが多くて、ね、だからすごい量がいっぱいになるんですよね。それで、まあ、私車でね配達しとった人間ですけど、よく配達やって、言い合ったりとかしてました。まあ、で、実際にで、盲の方ってね、言うてね、やっぱし、見えるんですよ、おられるんで、そういうところの方はね、やはりこれ必需品なんで、まあ、大体届きますんで、そうするとね、郵便物で。で、まあ、これがまだ荷物として大きいんでね、よくそれでね、ちょっと、一緒にちょっと、ゆうパック配りに行くついでにちょっと車で運んどいて、ごめんっていうね、ケースもね、ありまして、まあ、どうしてもバイクにね、乗らなかったりしますもんでね。まあ、傘が大きいんでね、それでよく配りに行ったりとかっていうのがね、大体ありますので、ですね、大体郵便屋さんだとね、必ずとは言いませんけどね、まあ、場合によっては触れることがないかもしれませんけど、地域によっては。まあでも、まあ、郵便屋さんやっとったら、まあ大体見かけることがある。ああ、展示物のね、入れ物ね、特定録音物の入れ物ねっていうのはね、独特の入れ物があるんですよ、いろんな規定があって、ね、っていうのがあります。まあそういうようなやつです。まあこれはね、無料でやくれますし、だからって不正に使っちゃダメですよっていうのはね、もちろん当たり前のところなんですけどねっていうのがあります。まあこれもね、一般に普通に多分暮らしてる方だと、なかなか知ることのない郵便だと思いますんでね、本当に実物だったらいいんですけど、すみません、私のね、家族前はね、ちょっと盲の方はね、いませんもんでね、ちょっとすいません、仕入れることができなかったんで、まあそういうのがありますよって、まあ多分、Google とかで調べたら画像それ出てくるんじゃないかね、こういうのが展示郵便物ですよってね、それまた見てもらったら、興味のある方は見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、この動画はこれぐらいで締めさせていただきますね。ご視聴ありがとうございました。